さあやりましょう。前回は夢の跡地で6人目の七ケニーを見つけました。しかしながらもう他のすべての場所は行ってしまいまして、もう行くところがありません。これは困ったことだよね。仕方ないので新しいところ行ってみたいと思います。どうやらマップを見ればわかるんですけれども、マップ、タウンマップ、ライモンシティ、今いるところから右側に行くことができるみたいなんだよね。多分どっかから右側に行くルートがあるみたいなんで、行ってみたいと思います。こっちは遊園地だったような気がするんだけど、この先は何もなかった気がする。よね。あれ、お姉さんがなんか邪魔をしてる。何してんですか？営業妨害？もう秋になっちゃった。夏は過ぎるの早いな。あ、ねえ、そこの君、今ちょっと時間あるかな？ここにカラス見えるでしょ？これね、二人乗り専用なの。二人乗り専用なんだ。リア充しか求め、そういう時代よね。そういう時代だわ。もう SNS 映えとかそんなこと言っちゃってね。狂ってる世の中だわ。でも今、私は一人ぼっち。私もよ。だから乗りたくても乗れないんだ。だから、もし君さえ構わなかったらお願いしたいんだけどさ。お姉さんと観覧車乗ってもらえないかな？いい、全然いいよ。お礼もできないんだけど、付き合ってもらえるなら頑張ってポケモン勝負するよ。なんでポケモン勝負がついてるの？SNS 映えならともかくなんでバトルするのかな。意味がわからないけど、やってあげましょう。ありがとう。君若いのに優しいんだね。じゃあ、ポケモン勝負しよっか。お姉さん頑張るからね。なんでここでバトルすんねん。あ、まあ、観覧車の中ではできないけどさ。バトルして、その後観覧車なの？なんか、そういう感じじゃないと思うよ。しかもなんか、レベル25ってないよね。舐めてるな。まあ、ちゃちゃっと戦ってあげましょう。よし、勝った。一瞬で終わった。君強いね。ああ、負けちゃってね。最悪の気分で観覧車乗ることなんじゃない？ああ、負けちゃったか。姉さん頑張ったんだけどな。ワンパンでやられただろ。でもありがとう。なんかとっても楽しかった。じゃあ観覧車乗ろっか。どういう気分なんだろう。素敵な眺めね。だけど、なになに。全然気分良くねえわ。めっちゃ暗い。ごめん、隣いい？何それ、隣いいって。何これ。何このムービーは。降りるまででいいから、このままお願い。なかったのかね。私もなんか涙が出てきちゃうよ。ドライアイかな。なんか最近なんか普通に過ごしてるのに、なんか玉ねぎを見て涙が出るみたいに、なんか目が痛くなって涙出るんですよ。これドライアイかね。もう結構前からなんですけど。ごめんね。観覧車から見える景色、眺めてたらさ、いろんなこと思い出しちゃって。もう大丈夫だから。そうだ。私まだ、チミの名前聞いてなかったね。よかったら教えて。ポプーラです。そう、ポプーラくんか。私しばらくここにいるから、よかったら、また観覧車乗ってくれるって嬉しいな。マジ意味不明。なんなんあれ。こんなイベントやるために今日やってるわけじゃないんだぞ。プラスパワーゲットだぜ。そんなことはどうでもいいんだよ。次の街行きたいんだよ。もうあんたとは一生かからわんから。次の街はどこに行けばええねん。なんか無駄な時間を過ごしてしまったぜ。こっち？あったっけ？まあ全部見てないから。ああ、ここね。あ、あったっけ？よっしゃ、行くぜー。風を感じて、大地と呼吸合わせ、ジャンプした瞬間、胸に響いた声、追いかけていたい、こんな地球だ。
先。何があるんだろう。何？ポケモンが大量発生。何が出てんだろう。リシラム大量発生？なんじゃそりゃ。まあ、嬉しいけど。16番道路でございます。お、警察官いる。なんだろう、犯罪でもあったのかな。ちょ、待ちましょう。よいしょ、今、ああ捕まったー。さすが警察官。パトロールしている私、あなたの強さも調べるよ。なんじゃそりゃ。じゃあ、お願いします。よし、勝った。なんかめっちゃ弱いんだけど。レベル24だからだったんだけど。ここってもしかしたら前から行けてたのかな？なんで行かなかったんだろうね。もう、チャリバーイ。こっち行っちゃダメ？どっち行けばいい？うわー周りを見ないと。チャリンチャリン、このスピードを生かしてポケモン勝負しちゃうね。何言ってんだか。今日はちょっとダメですね。ダメダメだわ。全然進まねえ。よし、勝ったー。負けちゃって悔しいからチャリンチャリン鳴らしちゃう。そういう迷惑行為はやめなさい。ここは何なんですかね。ちょっと今日。そりゃねえだろー。もう。ガイドブック載ってない。そんなところを探してんのです。ねえよ、そんなところ。お帰りなさい。惜しかったー。なんか、ずっとさ、一体しか出してこないからさ、なんか無駄に時間だけ食われてる気がする。ね、ああ、ついてこないね。こっちは別になんかあんのかな？何もないよね。一応見ていくか。草むらだけ気をつけましょう。まあ、強い敵は出てこないだろうけど、一応スプレーを。ゴールドスプレーはあと何個ある？ 28 個。余裕があるね。大都会と隣り合わせにこんな静かな場所がある。うお、なんだか無理があったし、勝負したい。もう気持ちはわかるけど。惜しかった。いや、落ち着きましたよ。落ち着いてくれ。さあ、どんどん行こう。あ、何これ。あ、切り株か。お、なんかあるね。なんだろう。レシラムのお家？そんなまさか。迷いの森。よくあるよね、迷いの森って名前のところ。なんか滝登りで使えそうじゃない？ここ。あ、やっぱダメだ。上が気になるけど、これ何？大きなキノコ、あら素敵。そういうこと言っちゃダメ。大きなキノコは誰のものかしら。なーにこれ。ちょっち。あら。ハロー。なんで黙ってんのよ。もういいや。怪しいわね。中が犬猿なのかしら。よいしょっと。ちょっと滝登りで上行ってみたいな。誰か滝登り覚えられない人いないかな。クリームガンはどうせもうなんでもない。首って言おうとしたけど、まだ確定してないし。誰か覚えられないの？竹登り持ってるんですよね、なんか。強いし。秘伝技消せたらいいのね。しかも何も覚えられねえじゃねえかよ。いけねえか。絶対なんかあると思ったんだけど。七軒にこういうところにいると思う。まあ仕方ない。そのうちきっと、滝登り覚えられるポケモンゲットできるだろうから、その時に任せましょう。まあ、どんどん行こう。こっちかな？ここは何？ああ、特に何もない。おーい！ここは何？ワンダーブリッジ。へえ。おー、素敵。何何？ああ、鳥か。びっくりした。すごいすごいすごい。素敵。え、何？あ、あ、あ、ダークトドリニティ。どうしたの？お前か。お前だよ。ゲッツ様はいない。
それがどうした？城から救い出した後、単身どこかに行かれた。まあ、捕まったんじゃないの？我々ゲッツ様に命を救われて以来、忠誠を誓っている。ここで殺すとか言うなよ。決して探すなと命じられた今も。そしてこれをお前に渡せとゲッツ様がそう言われたのだ。なになに？金剛玉。聞いたことがあるな。なんだっけ？白玉。ああ。それも聞いたことがある。あれか。パルキアとディアルガか。金玉だっけ？ベニー玉とかじゃなかったっけ？覚えてないけど。なぜお前に渡すのか。今まで確かめようがない。え、もしかして、ディアルガとか出てくるの？我ら、ドラクトリニティは今も、これからも、ゲッツ様の忠実な部下。そしてゲッツ様の野望は決してとどまらない。お前とはもう会うことはない。さらばだ！悲しいね。ディアルガとかここで出てきちゃってもね、パルパルーとかね、ルギュなんちゃらかんちゃらとか言われても。ねえ。長い橋。ああ、自殺しようとしてる。大丈夫ですか？別にいいよ、死んでも。そういうこと言っちゃうよ、と。こっち。なんもないね。おばあちゃんなんか知らない？実はポケモンマスターだったりして。ちょっち。ワンダーブリッジの新手、おったまげだよ。おったまげー。なもんで、一休みじゃん。あ、そう。なんでもなかったわ。特に何もないね。お、15番道路。本日はここで、じゃあ一旦終わりましょうか。次回は続きを言ってみましょう。どんなところでしょうか。はい、ありがとうございました。